セピロス剣術まとめ。こんなにたくさんの書物、試験までに全て見れますでしょうか？あ、先輩、お久しぶりです。何か私に依頼したいお仕事があるのでしょうか？え、ありがとうございます。そう言われてみれば確かに長いこと会っていませんでしたね。ここ最近、試験の準備をするため、仕事と訓練の時以外はずっと図書館にいるんです。もうすぐ試験なのですが、復習しなければいけないものがたくさんありまして。はい。セピロス騎士団の選抜試験です。私はメイドとして、長いこと騎士団にいますが、本物のセピロス騎士になるためには、この試験を通過しなければなりません。ただ、以前にもたくさん失敗しており、今回もうまくいくかどうか。手伝い？いえ、そのようなご迷惑は。これは、私自身の試験なのです。自分の夢を叶えるための、乗り越えるべき困難でもあります。それに、試験まであと何日かあります。モンド城の栄誉騎士様の時間を、私なんかのために割いてもらうわけにはいきません。しかし、もし試験当日にお時間がありましたら、騎士団の予定によりますと、あと半年後です。え？半年後は、もうすぐの範疇じゃないのですか？まだ少し日があるとはいえ、しっかりと計画を立てておきませんと、あっという間に時間は過ぎ去ってしまいます。ですので、きちんと計画を立てました。毎日睡眠時間を2時間削り、仕事を1時間早めに終わらせています。それによってできた時間を勉強に充て、これらの本をすべて読もうかと。眠くなったらコーヒーを飲み、体力が尽きたら果物の砂糖漬けを。そんなことできません。それに勉強だけでなく、訓練をする時間も設けているんです。実践も試験項目の一つですので、急に一気に話したからでしょうか。少しめまいが。いけません。明日も訓練があります。元気を出さないと。すみません。お見苦しいところをお見せしてしまいました。もう大丈夫です。はい。しかし試験のことを考えると、心が落ち着かないのです。勉強と訓練をしている時だけは気持ちが楽になるのですが、毎回のように準備不足なところを見つけてしまって、不安感がさらに増してしまうのです。それは、勉強だけにとらわれてはいけないということでしょうか。確かに、試験自体の恐怖を克服できなければ、また同じ過ちを犯すかもしれません。予想外の状況に陥ると思考が止まり、失敗が目に浮かんできて、頭が真っ白になってしまうのです。試験にたくさん参加すれば、試験の雰囲気に慣れることができるのでしょうか？確かに、復習すればするほど不安な点が出てきてしまうんです。試験の時も予想外の状況に合うことがありますし、試験の雰囲気に慣れておけば、冷静に対応できるようになるかもしれません。ですが、一体どこへ行けば試験に参加できるのでしょうか？冒険者協会ですか？そういえば、以前誘われたことが。栄誉騎士様のおすすめなら、私もやってみます。
明日深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。今日はどのような依頼を？ランクアップの試験ですか？少々お待ちください。あなたの冒険経歴と最近の依頼達成状況を確認させていただきます。申し訳ございません、キャサリン様。試験に参加したいのは私です。ノエルさんが？やっと冒険者協会に入っていただけるのですね。今すぐ手配いたします。いえ、私はただ試験の雰囲気を体験しようと思い。まだ冒険者になるつもりはありません。申し訳ございません。そうでしたか。それは残念です。冒険者協会の試験は正式メンバーにのみ開放しております。冒険者の経歴と依頼の達成状況に基づいて内容が決められますので、ノエルさんに手配するのは難しいかもしれません。しかし、もし試験の雰囲気だけを体験したいのであれば、サイリュス会長にお聞きしてみてはいかがでしょう。近頃サイリュス会長は冒険者協会への入会試験を準備されております。ただ内容がまだ決まっていないようです。ですので、ノエルさんが先にお試しで受けてみても問題ないかと思います。実は、あなたの加入とも関係がありまして。詳細はサイリュス会長にお聞きください。会長は今エンジェルズシェアで試験内容について考えています。あそこにいるとひらめきを得られやすいとか。試験の具体的な内容はまだわかりません。協会内部で出されたいくつかの案は全て会長によって否決されましたので。そうなると予想外の出来事に遭遇するかもしれませんね。はい、どのような内容が待ち受けているのでしょうか。遺跡守衛を3体倒す。ダメだ、難しすぎる。新人を怖がらせてしまう。イノシシを3匹狩る。これでは教会の連中が納得しないだろう。おお、君か。それにノエルも。こんにちは、サイリス様。今試験の内容を決めていらっしゃるのですか？ああ、それについて頭を悩ませててな。旅人が風魔竜の一件を解決してモンドの英雄になって以来、それに感化された大勢の新人が冒険者協会に加入したんだが、しかしそのほとんどが未経験で、スライム一匹にも手こずる始末だから、協会は入会試験を設けることにしたんだ。それはいいことだと思いますが、そうすれば怪我をされる冒険者も減るのではないでしょうか。だが、試験が難しすぎたら誰も加入したくなくなるだろう。小さな傷くらい気力で何とかするべきだ。まったく、協会の人間は何も分かってない。とにかく、すでに2つの案がボツになった。今は俺が3つ目を作成中だ。難易度を現実的なレベルに抑えないとならん。はあ、誰か試してくれる人がいれば調整がしやすいのに。あの、サイリュス様、私にやらせてもらえませんか？冒険者協会の入会試験、とても気になります。お？まさか冒険者になるための試験に参加するってことか。それはよかった。ノエルなら最高難易度でも簡単に通過できるだろう。はい、ぜひとも一番難しい内容を。よし、それでこそ冒険者の心意気。じゃあ俺から入会試験のルールを説明しよう。まず、冒険者はいつも団体行動を取る。だから
この試験では他の人に手伝ってもらっても構わない。旅人が同意してくれるならノエルと一緒に参加してもいいぞ。次に試験は3つに分けられる。冒険の基礎知識、サバイバルスキル、そして実践訓練だ。この中の2つを通過できれば合格となる。もちろんノエルなら全部満点も難しくないだろう。おほん、最後に冒険者の勇気と根性を忘れないように、星と深淵を目指せ。星と深淵を目指せ。ははは、威勢がいいな。では早速一つ目の基礎知識の試験を始めよう。冒険者たるもの、豊富な冒険知識を持ってこそ様々な状況に対応できる。これから3つの質問をする。互いに話し合って答えを決めてくれ。第1問。冒険者は常に周囲の環境を把握し、必要な物資を確保する必要がある。では、タンポポの種、ドドリアン、フーシャースター、イグサの4つのモンド特産のうち、放浪量一体で取れないものはどれだ？放浪量、確か本にはググプラムがたくさんあると載っていましたが、他の特産についてこれといった紹介は…いえ、考え方を変えなくては。この中で生存環境が特別で放浪量になさそうなのは。残念、この問題の答えはそれじゃない。では第2問。冒険者は常に自身の経歴をまとめ、経験したことを記録する日誌を作成する必要がある。ある有名な冒険者がかつてリーユエの大地で探索をし、自分が経験した数々の出来事を記録した。彼が各地に残した日誌を参考にすれば、経験の浅い冒険者でも事前に危険を予知できる。ではその冒険者の名は？経歴をまとめ日誌を書く。どうやら冒険も勉強と同じで自身を振り返る必要があるのですね。その冒険者についてはいつだったか本で見たことがあります。ドラゴンスパインにも彼の功績が残っています。彼の名前は…残念、惜しかったんだがな。まあそんなに落ち込むな。最後の一問は気軽なものにしよう。モンドの冒険者にとって最も恐れをなす秘境、伝説の無風の地、そこは怪人の海。耳鳴りするほどの静寂、その禁忌たる地の名は？怪人の海？無風の地？もしかして？残念、不正解だ。冗談でわざと外したのか？やはり問題が難しすぎたのか。ノエルですらこんなに外すとは。ま、あまり気にするな。こんな覚えるだけのもの、冒険に何の役にも立たない。だが、次のサバイバルスキル試験は、こんな簡単にはいかないぞ。しっかり準備してくれ。鹿狩りで待ってる。では今から2つ目の試験を始めよう。星と深淵を目指せ。はい、課題をお出しください、サイリウス様。常に腹を満たし十分な食料を蓄えることは、冒険者にとって最も習得する必要のあるサバイバルスキルだ。だから2つ目の試験は、野外で緊急事態に陥った際、それを乗り越えるのに必要な食料を準備することだ。一つ、材料は野外から手軽に手に入れられるものとする。二つ、調理方法と材料はシンプルで利便性に富んだものとする。三つ、危機に陥った人を
奮い立たせることができるものとする。心を熱くする美味しい料理を作るんだ。準備ができたら持ってきてくれ。ノエルの料理楽しみだな。材料が簡単で作り方も簡単、それに人を元気にできる料理ですか。先輩、何か思いつきますか。ステーキですか。確かに緊急事態の時に獣肉さえあれば調味料なしで作れます。では準備ができたら料理をサイリウス様にお届けしましょう。途中で何かもっといい案を思いつきましたら再度検討してみましょう。試験の時はあまり焦ってはいけません。お、準備できたのか。急がずもう少し準備してもいいんだぞ。絶対直すからな。ステーキ。やはりそれこそ冒険者の選択。シンプルな材料、豊富なエネルギー、そして一番重要なのが火にかけて焼くだけ。緊急時でないときはしっかり味付けをすることでより美味しくなる。柔らかな歯ごたえ、そしてあふれる肉汁、酒と一緒に食べるとさらにいい。そうなのですか。サイリウス様がお好きなら私もう何皿か作ってきます。ははそんなわけないだろう。ノエルの代わりに俺がお祝いをしてやろうと思っただけだ。二つ目の試験通過をおめでとう。ではこれから最後の試験だ。しっかり準備して名官峡谷に来てくれ。今回はお前、今回の強敵はいないんだろうか。星と深淵を目指せ。これから最後の試験に向かうが準備はできたか。あ、はい、準備万端です。よし、冒険者にとって最も重要なこと、それはもちろん実践だ。凶悪な魔物、危険な機械、敵に対峙した時こそ血が騒ぐってもんさ。これが最終試験の内容だ。この付近をさまよっている遺跡守衛を迅速に倒すこと。俺はここで見てるから、しっかりやってくれよ、ノエル。はい、必ず合格してみせます。岩の重さは雨描きがたし、燃えよ、くらえ。トン、いや、ほれ、行く水星、イン、あ、ほれ、ふ、くらえ、ひっ、そこだ、いや、よ、さあ、くらえ、トン、はい、あ、股間奥義、くわ、隙を見せるのはほんの一瞬だ、いや、ふん、は、いや、あ、下がれ、いや、くらえ、急ごう、よっ、ほれ、ふっ、あ、そんな、ボン、そこだ。先輩、やりました。いえ、以前は試験となると緊張してしまっていました。
訓練の時と同じことをすればいいのに、どうしても失敗を恐れてしまって。しかし今回は落ち着いてやれていた気がします。あなた様がそばにいることを考えただけで、なんだか安心できました。あなた様がいたからこそ、私はこの試験に合格できたのです。ありがとうございます。正式な試験の日、もしですよ。はい、次こそ違った結果になると嬉しいのですが。はっよっえっはっ。お、戻ってきたか。その様子だと、この3つの試験、君たちにとっては楽勝だったようだな。では、冒険者協会入会試験の結果を発表する。無事合格だ。あと少しで満点だったんだが、惜しかったな。しかし、ノエルですら満点を取れないなら、この試験の難易度はやはり少し調整した方がいいか。よし、少し難易度を下げよう。まずはそれで新人を引きつけ、その後の段階で徐々に難易度を上げれば。満点ではなかったのですか。ひとまず試験合格おめでとう。早速キャサリンに手続きをお願いして。で、ノエル、どこがいけなかったのでしょう。改善できるところはないでしょうか。もう一度最初からやり直せば。すみません、サイリス様。先ほどはなんと。少し考え事をしていました。その、時間があればこれから俺と一緒に教会へ。申し訳ございません、サイリス様。私は今試験の準備で忙しく、今回の失敗をまとめなければ、次こんな状況にあった時にまたミスをしてしまうかもしれません。やはりまだまだ勉強しなければ。私、先に図書館に戻って勉強してきます。ノエル、もう合格したのになんで勉強を。少し間違えただけでそんな大げさにならなくても。そうだったのか。なあ、じゃあ図書館に行ってノエルの様子を見てきてくれるか。俺が出した試験が彼女の精神面に影響を与えてないといいんだが、難易度をどう調整するか。エンジェルズシェアに戻って酒を飲みながら考えるか。あなた様の呼びかけを無視してしまうところでした。今回の模擬試験の結果をまとめて、これから読む本のリストを新しく整理しました。モンド地理情報、1分でわかるモンド冒険誌、これらがあれば知識がもっと増えるはずですね。モンド美食の旅、まさか野外においてこんなにもたくさんの調理方法があるとは思いもしませんでした。あと、護身術、魔物と平和に話す方法、冒険者の戦闘方法もとても参考になります。ただ、読むべき本が
一気にこんなにも増えてしまいました。私、読み切れるでしょうか。しかし、万が一試験に出たら、遭難した冒険者の救助や、冒険者協会との協力など、いざという時に後悔しては間に合いません。試験まで1秒たりとも無駄にはできませんね。